旅侍犬。今日は滋賀県にある大滝神社に来たんだワン。境内を歩いて参拝するんだワン。大滝神社は日本でも珍しい。おいらたち犬も一緒に参拝できる神社なんだワン。一礼するんだワン。旅侍犬。大滝神社の御祭神は稲寄分王の御事で、その愛犬は小石丸と言うんだワン。小石丸が祀ってある犬神神社は本殿の右側にあるんだワン。旅侍犬。犬神神社に参拝してみるんだワン。小石丸は飼い主と隣同士で祀られていて幸せなんだワン。旅侍犬。怖いんだワン。やっぱり怖いんだワン。これから行く場所は
小石丸が大蛇と戦ったと言われている大蛇が淵なんだわん。怖いわん。旅侍剣。小石丸のように勇気を振り絞っていくんだわん。ここが小石丸が大蛇の首に噛みついたと言われてるところなんだわん。旅侍剣。さらに歩いて犬神神社の元社に行くんだわん。川の向こうに元社があるんだわ。いやさか、いやさか、わん。旅侍剣。